どうぞ。防雪ネックです。レモンの皮を馬の首に見えるように飾り付けるカクテルです。バーではこういったカクテルを作ることもあるので、果物はあらかじめ塩水で洗ったり、中性洗剤で洗ったりすることがあります。食べ物を洗剤で洗うって聞くとギョッとするかもしれませんが、中性洗剤の使用用途には、きちんと野菜、果物の記載があったりします。これは、もともと土汚れや農薬を落とすといった用途でも使われているからで、野菜、果物に使用する場合は、水で希釈したものを使って、通常より少し長めの流水で洗い落とすのが正しい使い方なんだそうです。最近は、中性洗剤でも食器専用のものもございますので、使う場合は必ず使用用途を確認してくださいね。それでは、ありがとうございました。